浜だよ。鱗をつけたまま開いていきます。背割りにします。一気に骨まで包丁を入れて裂いていきます。頭を真ん中に包丁を入れて割ります。あとは包丁を入れてきれいに割っていきます。こんな感じで全て割っていきます。